い、ホンダ、クラブマン250ですねの紹介です。 GB250 というバイクですね。よくですね勘違いされるんですけど、車体番号が15で始まるものは、5型じゃなくて6型ですね、になります。ほぼノーマルなんですけど、フロントのフェンダーだけアルミになってます。でこれあのうちでさっと磨いてみたんですけども、さっと磨いただけでこれだけ綺麗になります。なのであの気合を入れて磨けばですね、あのもっと綺麗になると思うんですけど、ちょっと私の声聞こえなかったら申し訳ないんですけど、まあ、一生懸命喋りますんで、はい、もうちょっと近づけるかな、そんな感じで、はい、ですね、クラブマンというバイクはですね非常に面白いバイクなんですね。タンク容量がなんと15リッター入ります。でカタログ燃費では、リッター50ぐらい走ることになってますね。実測燃費ではないと思うんですけども、まあそれでもやっぱり25とか30とか走るという噂があります。15リッター入ってですね、例えばリッター25走ってくれたとするとですね、約325キロかな、違う、あ、325キロかな、すいません、適当に頭の中で計算してるんで間違ったら申し訳ないんですけども、そのくらい走る計算になりますね。まあそんなに空になるまで走るっていう人はいないと思うんですけど、はい。であとクラブマンで何が面白いか、結構ね売れてるバイクなんで、割とその辺によく目にする車両ですからね、このバイクが結構すごいっていうことを知らない人が多いんですけど、何がすごいかっていうと、まずですねエンジンが XR350 のですねデチューンですね。ということはよく上まで回るんです。レーサーのエンジンに近いような回り方をします。なのでシングルでありながらですね、1万回転近く回ります。で、RFVC と書いてあります。これが何かというとですね、ラジアル4バルブコンバスチョンチャンバーで、要するにあのバルブがあの4個放射状に4バルブついてるよということなんですけども、実際はですね、それがどれだけ効果があるかというと、カムギアで動かしてるだけなんで、まあ、それほどあの本当のですね、ツインカムのやつみたいに何か影響があるかといえばそうでもないです。あの若者向けを狙ったものらしいんですけどもね、あんまり、なさげに書いてありましたが、まあ、その機構自体は面白いと思います。で、それよりもですね一番特筆して言いたいのがですね、馬力ですね。最大馬力でこれ30馬力出るんです。9500回転ぐらいだったと思うんですけども、最大馬力で30でトルクで 2.2 か4かな、そのくらい出るんですね。でこれ分かんない人のために、まあ、皆さん分からないと思うんですけど、例えば SR400 というバイクがあります。あれの馬力が確か22とか5とかそんくらいなんですね。で他の、まあ、シングルの250はだいたい20かそれ以下が普通です。でそこでいきなりもう30馬力出るというとんでもないバイクですとして登場しました。だから売れたのもあるんですけども、MC という MC10 かな、という型番ついてます。 M というのは中型 K2 ですね。C というのはロードスポーツを指しているコードネームです。なので初めからですねロードスポーツで走らせる目的として開発されてますんで、そこそこシングルのレース等では速いようです。まあ走ったことないですけどね、乗りやすいです。確かにあれこれ大きいバイクを乗ってからですねこれにまたがるとですね、なんかできないことができる気になってきます。できる気になるというだけで実際できるわけじゃないんですけど、でエンジンはステルで一発進です。非常に静かです。この辺からとかガチャガチャ言わないです。本当にモーターみたいなことですね。で排気も爆音じゃないですね、もうすごく静かです。で古くなってくるとですね、まあ、例えばこれが6万キロぐらい走るとこの辺からガチャガチャ言うんですけども、ホンダのエンジンです。10万キロぐらい走るように作ってます。これ 誤解というか言い過ぎじゃないと思うんですね。確か90年ぐらいから以降のホンダっていうのはものすごく耐久力に重点を置いて作ってます。なので管理さえ良ければ本当に10万キロ持つでしょ。まあ、ちょっと走りますね、その辺をちょっとこう活発
駐車場なんで目立たないように走ろうと思います。旋回ができます。まあ今やったことなんて大したあの難しいことはやってないんですけど、あのハンドルがノーマルよりもちょっと広いですね。でなおかつ、低速の安定性が非常に高いです。なので今みたいにすごくスローなスピードでですね旋回するときに非常にやりやすいというような印象を受けます。まあ印象を受けるというか、まあそういう風に作ってあるんですけどね。でなおかつ回せばですねある程度スピードが出て、あと軽量なのであのコーナーも速いでしょう。あんまりですねやんちゃはしてほしくないんですけど、そんな感じの乗り味になってます。はい、あとなんだか一応あのバッテリーがですねちょっとサイズは違うんですけども、うちであの在庫にあった新しいものを入れておきました。であとはタイヤリアはちょっと硬いですね。フロントは割と最近交換されたもののようです。タイヤはフロントはあの結構バリバリありますね。こういうような次第ですね。多分他のお店に比べるとうち結構安いと思うんですけども、あの店頭納車価格です。あの書類はお渡ししますので、ナンバー持ってきてもらえればそのまま乗って帰ってもらって構わないです。で追加費用とはそれでいただくことはないです。はい、というわけで、桜も今咲くシーズンですね。こういうことを言うとですね売れ残った時にかなり恥ずかしいんですけど、あのぜひあの新しくなってじゃあ暖かくなった時のですねツーリングの相方にいかがでしょうか。というわけでですね、GB250 クラブマンの6型ですね、どうぞよろしくお願いします。